よいしょ。はい、3月の25日11時50分ね。今日お昼ご飯、たまにはね、すき家。よいしょ。今日は横の解体がお休みだからね、日曜日でね、1週間分たまった洗濯、ね、今バーッと今1回目しまして、で2回目ガシャンガシャンやりながら、今日3回やるからね。で今休憩タイム。今日は久しぶりのすき家、ね、うん、おばめだ、よっこーよっこー。今日は一緒なライブ配信しながらね。はい、今日はすき家の牛丼、今日は当たりかな、280円からさ、350円に値上がってから、ちゃんとした量にね、適正に戻しましたっつって、ウイスキーばっか多かったからね、それなのに、男の人だとさ、少ねえんだよ、うん、また元に戻っちゃって、であんま行かなくなったんだけど、最近おばちゃんになったら、うん、そこのとこちゃんとしてくれるんだよね、うん、あ、リカちゃんだ、リカちゃん、はい、もー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 、うん、よいしょ、うん、リカちゃんまたね、よいしょっと、よいしょ、たまにはね、よいしょ、うん、久しぶりの牛丼、よいしょ、うん、よいしょ、うん、リカちゃんロケットくれんな、ね久しぶりのロケットくれ、ありがとう、リカちゃん、シャンキュー、リカちゃんにロケットもらったよ、ありがとう、惜しいのか、こんな顔、こんな顔じゃない、こんな顔、ピューピュー、ありがとう、ピュー、よいしょ。日曜日はあれなんだね、誰か来るんだねよいしょ、2時間ポツンとしてるからね、なんか撮りながらやんないと、なんか間が持たねえんだよ、おじさん君、よいしょ、よいしょ、はい、唐辛子たっぷり10個ぐらい、もうちょっと入れるか、ガバって掴んでくるからね、うん、よいしょ。今さ、横さ、すごいんだよ、横の隣のお家解体始めてさ、ずっと毎日朝から晩までうるさくてさ、洗濯物を1週間分溜まってさ、すごいんだよ、埃だらけで、うん、ね、ご飯食べた、みんな今日は早くから洗濯ラッシュだよ、うん、とにかく洗濯洗濯洗濯、リカちゃんどうする、1週間洗濯できなかったらどうする、うん、おぽめ何してんの今日は、よいしょ、おぽめ久しぶりに見たけど、よいしょ、よいしょ、久しぶりだよ、すき家の牛丼、1年に何回食べるかな牛丼、でんでてん、今日はね、土曜日とかね、日曜日はね、のんびり、Wi-Fi 関連の情報もね、何もないからね、YouTube の収録しても何もないんだよ。今は、ファンを作って、大きくして、で、この一緒なライブを広げてね、遊びに来てもらうという。ね、うん、うん、声聞こえないの、あ、いいよ、OK、リンカちゃん、リカちゃん、声聞こえないの、どうしたの、耳怪我したの、耳怪我したの、声聞こえないけど YouTube 撮ってるのでよかったの、ビュー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 、リカちゃんありがとうね、またね、うん、だって紹介入れそうだの、めっちゃ入れるタイプ、ほんと、うん、めっちゃ入れる、昔は食べなかったけどね、ダイエットにいいんだよね、生姜食べると発汗作用あるからね、うん、いっぱい入れるよ、よいしょっと、おまけの焼きそばもあるって知ってるね、そう、赤い生姜だよこれ、うん、赤い生姜、よいしょっと、はい、あーもぐ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 、あ、今電車なんだうまい、久しぶりに食べると美味しいね、うん、おいしい、みんなお昼何食べんの、うん、バスも使って、あ、そっか、バスも使って乗る電車に、そうなの、
うん、うまっ。それでよいしょっと、ジュース飲む時もあれだよね、炭酸飲む時も見て間違えられると困るからね、このカップに移してね、ビールじゃねえけども、ビールに間違えられるようなものは買って器に入れてね飲むんだよね。藤井四段もそうだよね、ペットボトルそのまんま飲むよりも移して飲んだ方が美しく見えるっていうね、なんかやってたよねちょっと前にね。はい、ピピ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 ュー、おいしい、うん、ぴょぴょ、よいしょ、はい、おいしい、ぴょ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 、はぁ、おいしい。今日はね、久しぶりにすがすがしいよ、春が来たって感じでさ。でもなんか微妙なんだよね、半袖一枚だとなんかちょっとまだ肌寒いし、で上着てると暑いんだよ。まあ動いてれば暖かいんだけどね。もうリカちゃん外はあれでしょ、暑いでしょ。さあ牛丼食べよう、うん、おじいはね美しく食べる練習、うん、今 YouTube の中で、うん、くちゃらの話がねあるんだよ、うん、くちゃらね、まあポメタンくちゃくちゃ食べると思うけどさ、大丈夫だってもさ、ガツガツ食べると思うけどさ、くちゃくちゃってさ、どのレベルのことを言うのかなと思ってさ、一般的に言う、その定義が分かんないんだよね。食べてると絶対にこうやってカクカクカク音はするよね絶対ね、うん、YouTuber のさ有名な女の人がさね、グミ食べてたんだよね。うん、くちゃくちゃうるさいって言うからさ、くちゃくちゃうるさいのはこれは物理的に音が鳴るんだからしょうがないっつって反論してたんだけどさ、おじいもその通りだなと思うんだけどね、どのレベルのくちゃくちゃのことかな、うん、基本的に食べながら喋らないっていうね、うん、そこだよね。でもさ、芸人なんかさ、芸能人なんかさ、こう食べるもののレビューするのってあるけどさ、大変だよね。黙ってる時間がさ、何秒以上あったらいけないとかってあるでしょ。ずっと喋んなきゃいけないとか。ね、元気なおじ、いよいよね、だんだんちょっとこう、うん、ちょっとずつね今ね進化中、うん、よく配信だとさ、よく飲み食いするなってなるけどさ、でも飲み食い用のさオファーが来た時って困るよね。ほらタイアップで YouTube なんかやってるとさ、来るじゃん、事務所に入るとさ、いろんなタイアップのやつが、うん、ね、おじいそういうとこ入るの嫌いだから入んないけどさ、うん、まあ見てなっておぽめたん、うん、おじいのね多分なんだけど、多分ね合ってると思うよ、おじいの判断はね合ってると思うよ、うん、それより漫才の人誰も教えてくんないんだけど、なんだっけ、もう名前忘れちゃったけどさ、なんかおじいのことはね言ってくれたよっていう、なんだっけな、漫才の人でみんなさ、よくやってるから見かけたらおじいに教えるねピュッピュッって言ってたけど、
誰も教えてくんねえの。どこ行っちゃったんだ一体。うん、おいしい。でも普段あんなに真面目におじい配信してるのに、こういう時に限ってリカちゃんに見つかるんだよおじいまた YouTube 録画中ってなんでこのタイミングって、うん、いや面白い具合に、うん、ね、でも、うん、あ、クジャク団、クジャク団っていうの、あ、そうだ、クジャク団、そんな名前だったね。尖った人と牛乳瓶底メガネの人ね、うん、ね、あのポン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 ね、あ、パンパン頭はたく芸だよね、うん、あれハリセンにすればいいのにね。おじい思うんだよ、ああいう漫才ってさ、なんで昔みたいにハリセンにしないんだろう。あれボケ役大変だよね、頭ポン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 ね、うん、そういうコンビででも大体あれじゃないあんま長く大体長く続かないよね。一時人気出るまでだけど、人気出るのはどっちか片っ端だもんね、うん、まだやってんの、おぽめたんクジャクダンって、うん、あー話しない。今日ゆっくり寝てたんだよ。今日9時半過ぎまでね、ずっと寝てたんだよ今日、うん、おじアイビデオの601HWYouTuber 募集のあれどうなったんだろう。選考結果が全然来ないよ、1ヶ月以上経ってるのに。しかと、うん、ね、ご応募の結果は全員なんか連絡来ないのかね。前は担当の方にお断りのメール来たけど、今回仕方なんだよ。うん、アイビデオ、そういえば YouTuber 募集のあの看板がなくなってるね。うん、消えてる、 YouTuber 募集消えてる。で、感想を投稿して、金額もしくは半額のご返金っていうのがあるけど、YouTuber 募集なくしたね。うん、だってあれ、意味ないもん。1円でさ、借りるのもさ、ジェレンも変わんないもんだって。だって、あれでしょ。クーポン使えないけど、要は501円の差だもんね、水曜日に申し込んで、うん、で YouTuber わざわざ申し込んでさ、うんうん、気を使って宣伝するのに500円分差が、うん、アホらしいって感じで、うん、それやっぱ1円で借りた方がいいもんね。うん、どうポメ、今これ配信しながらさ、結構くちゃくちゃしてる？どう？この今生配信で結構目立つ？くちゃくちゃ音とか。おじい、くちゃらどっち？音はするよね。でもね、レタス食べてるぞ、だっていい音とかってみんな言うからさ、
マイク近づけてシャキシャキシャキとかってやってるもんね、よくね。別に気にならないでしょ。でも気になる人はね、気になるんだね。でも絶対許せないっすって、もうこの世から抹消したいっていうぐらいですね、うん、じゃあ見なきゃいいじゃんって思うんだけどね、もう許せないっすってね。いるんだよ。ずっとね、頑張って攻撃する人いるじゃん、絶対許せないっすって。そう、人によるんだよ、うん、気になる人気にならない人もいるかもしれないけど、気になる人も相手によると思うんだよ、ね、両方だと思うよ、うん、そう、見なきゃいい。でも11時からニュースやってる、ほら、なんだっけ、ジャニーズの何のグループだっけ、桜井くんがさ、なんかニュースの途中でこういう食べ物があるんですよって、でくちゃくちゃくちゃって食べてたら、ファンの子たちみんながっかりするんだろうけどね。そりゃわかるけど、あと赤ちゃんだと可愛いってね、動物見てるようなもんだから、相手が好きか嫌いかだと思うんだけどさ、うん、許せるか許せないかっていう、うん、そう思うよ。おじいがこのおじいの周りでぐじぐじ言うのね、うちの兄貴だけだったね。だから兄貴に近づかないもん。うん、口閉じて食えしって、ご飯食べに来るってさ、若い頃なんかさ、もう30年40年前だけど、ご飯食べに来るっつってさ、行くっつってさ、で行くじゃん。ほんとさ、ね、義理の兄さん旦那とかとさ一緒にこう話しながら食べてんじゃん。ほんと二人ともうるさいっつってね、表行って食べてない、怒るんだよ旦那さんも。小さくなっててさ、かわいそうに、うん、一生懸命頑張ってさね、夜10時11時までさね、時には日付変わるまでずっと作業やってたんだよね。でげっそりしながらさ、うわすごい痩せたねっていうぐらいさ、で休み工場だったから休みの日も率先して出たりとかね、昔だからね、うん、でほんの帰ってきてご飯食べるひとときぐらいさ、好きに食べさせてあげてよって思うんだけどさ、家族なんだからほんとね、鬼かと思うよ、うん、ね、まあ、あとは意識の問題、ね、今こうやって食べててもこっち側とこっち側にハムスターみたいにこう両側に分けながらね、こう喋れる空間を作って、でちょっとずつこう食べながら喋りながらってね、うん、こうやって今喋ってるけどまだこっちにいっぱい入ってるし、こっちにいっぱい入ってるよ、うん、おじい昔からそうなんだよ。子供の頃からさ、ピーナッツあんじゃん。絡むのめんどくさいじゃん。だ口の ここのさ、歯とこの口ぐりの間にさ、10粒、20粒入れて、で、1個ずつこう出しながら、ポリポリポリってこう食べてたんだよね、よくね。うん、やんないそういうの。おじい、みんなやるかなと思ったんだけどさ、ある日突然それを指摘されたんだよ、大人になってから。いろんな仕事してるとさ、
いろんな人と会うじゃん。で、あのファミレスとかああいうとこでさ、ミーティングしたりするじゃん。で、なんかこう食べながら、お食事しながらさ、お話とかなるわけじゃん。時には。ほんとさ、例えば、お肉食べてればさ、ね、人参とかほら、なんだっけ、なんかアスパラガスみたいなとかあんじゃん。で、口入れてもさ、うんうんとか、それでとかってこう、なんか聞かれて喋るから、だからこうやって適当にちっちゃく切っては口の中に入れて、ここにアスパラ入れて、ここに人参入れてって感じで、こういう形でね、で、喋ってるじゃん。と、向かいでね、突然吹き出すんだよ。ここに溜めて、溜めてる人初めて見たって言われてね。こうやってさ、今ここにお肉入れたんだよ。で、ちょっとずつ、今さ、こう普通に喋ってるんでしょ。今さ、この前歯とここの間にさ、今牛丼の牛肉ここに詰めたんだよ、ご飯と一緒に。で、普通にこうやって喋ってて、見えないでしょ。普通に喋ってて、で、聞き役になった時に、だから今ちょっとずつおろしながら食べて、で、聞かれたら、舌ベラ使って、この上にまた、こうやって、お肉をし合って、で、こうやって見えないようにして、で、また、口閉じとか押し出す。うん。うん。うん、ね。で、こうやってね、いろいろ食べてるんだよ、ポテトとかなんとかね。ほんとはね、よく吹き出すんだよね。え、そうやって食べませんっつって、おじいは言うんだけどさ、もぐ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 食べてると返事もできないし、口の中見えるから、一応、口の中に倉庫を作って、そこに一応仮に収納しておいてから、必要な分だけちょっとずつ出して食べませんっつって。また、食べませんっつって。そういうことしませんっつって。へえ、そうなんですか。私ピーナッツとかだとよく得意なんだけどね、うん、紅しょうが落ちた、よいしょっと、うん、なんか口に目いっぱいさ頬張ってさ、いっぱい見えてる状態で喋ってるっていうのはさ、こうしないで。それちょっと嫌だけどさ。今いっぱい入ってるけどさ、今はこっちに 60%、こっちに 40% 入れて空間作ってるからさ。みんなからは見えないと思うけど。それでも喋ってるとさ、くちゃくちゃするよね。なんていうのかな、生配信と動画だとまた違うけどさ、いろんなものの紹介とかそういうのを含めるとね、食べるっていうのはやっぱ切って話せないし、ライブ配信だとね、だってさ、その場にいる人と、要はね、なんかこう食べながら飲みながらこう普通にね、コミュニケーションを取るっていうのがライブ配信でしょ。そこで飲み食いするなって言われてもね、ちょっと厳しいよね、うん、ただね、ゲップとかおならはね、ミュートにしたいよね、うん、そこはね、一生マナーだと思うんだけど、物を食べてる時のもう音ってのはね、しょうがないと思うんだよ。スープをすするなとかさ、うん、うん、おいしい、うん、いや、おじいなんかほら耳遠いからさ、一緒にいる人がくちゃくちゃ食べてても音聞こえないからね、うん、
いや、ビジュアル面で、よっぽどキモくなかったら、おじいは別に平気な人なんだけど、まあ、食べ物ぐらいは好きに食べようよって思うんだけどね。でもほら、いろんなパーティーに参加したりとかさ、そういうのってあんじゃんね。デヴィ夫人みたいにさ、 ああいう人たちっていうのはそういうね、マナーがなってないと困るからさ。でもおじいの場合そういう世界に行くことはないしさ、もう一生かからないと思うんだよね、間違ってもね。でそういう系の人たちとなんかこう接触する機会もね、絶対にないと思うんだよ、パーティーの参加っていうとね、普通の一般的なワイワイやるパーティーじゃなくて、そういう席でのパーティーっていうと、何十年前か忘れたけど、ハーバーライフ、ダイエットのね、痩せるやつのネットワークビジネスね、当時ガッポンガッポンね、もう儲けてる人たちいっぱいいたけどもさ、ね、まあ先輩がね、まあ、おじを騙してね、おじをはめてあれしたんだけども、まあ、その時に東京のねスイートルーム一泊ご招待っていうのを行ったことあるんだけど、その時はねやっぱみんなこう着飾ってね、おじも着るもの何持ってたらいいんだろうって、とりあえずスーツ着てたけどもさ、私服とね。でその夜がねパーティーだったんだよね。でも面白い、みんなさ、デブがプロテイン飲んで痩せて、も元デブの男と元デブの女と、要はキスとタヌキのバカし合いみたいな中の元デブの集まりなんだね。でそれかもともと太ってないけどお金稼ぎたい金の亡者が混じってるぐらいでさ、だからさみんな食わないんだね、パーティーの中にいろんな食べ物があっても。おじいだけでは一人で話するのも話し合いでも話しかけるのも苦手だからさ、とりあえず時間以内食べて飲んで過ごしたけど、ビジネス思考の人はそういうところでいろいろ交流を図って、飯交換しながらね、横のつながりを図って次のステップアップってこうやっていくんだけどね。みんな邪悪な、なんかこう化身みたいななんかその表のね、笑顔に見えないんだな、みんなね、なんかね、あ、これ YouTube の録画もしてるんだっけ、これどうしようかな、これはちょっとアップできないな、ね、17ライブはほら録画機能がないしね、ツイキャスみたいにね、パソコン起動しておけば録画ね、自動に勝手に録画してくれる機能のアプリも対応してないし、パソコンで元気なおじいの17ライブをこうスクショみたいな感じで録画キャプチャーしないとね、残んないからいいんだけど、レボン、まあでももう時効だからいいでしょ、何十年も前だから、ね、まあ思ったことはおじい正直に何でもねこうやって言ってるから、人間関係あまりね膨らまないんだよ、どうしてもねおじいねダメなんだよ、飾ってバカし合いみたいなさ、そういうなんていうのダメなんだね、正直すぎるんだよ本当、嫌なんだよなんか、でこういうふうにね
こうするんだよって分かってるんだけども、なんか自分でおかしくなっちゃうんだよね。で、トイレでも行きながらさ、ね、やってんないね、本当ねって、疲れちゃったよねって言いながら、トイレ入ってくとね、大体あったらまずいような人が先にトイレに行ったりとかね、大体そうやって失敗するパターンでしょ。さあ、食後のコーヒー飲むかな。今日は YouTube のさ、アップするあのネタもあまりないというか、あの4月に入ればいろんな人がごめん情報アップしてくれるから、あのそれまではねあんま動きがないし、アビデオも静かになっちゃったし、よいしょ。今日は寝てる間のコメントもね、あんまほとんどないしね、何にもないんだよ。コメント返しの枠もないしね、何にもないんだよ今日は、コーヒー飲もう。で、どうせ一度ライブやったってどうせ誰も来ねえしなと思って、で、たまたまやったら、あのたまたまあのどうせあの1時間2時間無言でパソコン見てる配信やっててもすまねえなと思ったから、あの YouTube のライブでも撮りながらと思ったら、そういう時に限ってリンカちゃんに見つかるんだよね。おじまた YouTube 録画してんの、いつもしてねえからって。最近ほんと最近さ、おじ一緒のライブやりながら録画ってたまにやるけども、その頻繁じゃないのに、リンカちゃん来る時って不思議とね、おじいがね録画してる時来るんだよ、いつもね。それかあれかな、じーっと見ててその時に声かけるのかな、またやってんのっつって。あ、不思議なんだよね、このタイミングってのが。いつも見張ってんでしょって思うんだよ、ほんとね、このタイミング。あと7分で間、あの今日ねお洗濯3回やんなきゃなんないんだよ。1週間洗濯できなかったからさ、もう今おじい、もう最後の1枚のパンツだよ。もう今日洗濯雨だったらもうアウトだったよ、ね、よし、はい、コーヒーガリガリ。なんか肌寒くなってきた、なんか。よし、表牛丼買いに行ったら鼻むじゅむじゅしてたまんないし、ほら、今日はおぽめどんな風吹いたのか珍しく顔出すから、おぽめいなかったら誰もいないでしょ今日。大体ね、お昼休みとかね、なんかトレーラーさんとかね、平日だったら来たりとか、大体面接決まってるんだけどね。昨日も鑑定団行ったけどね、最近ゴミのやつ、ゴミがねない、ゴミ袋の、タイミングだよね。最近2割引きやんなくなっちゃったよ、なんでか分かんないけど。もう去年からずっとそうだよね、あんなに1ヶ月必ず1回2回やってたのに1回もやんなくなっちゃったね、美少女とかガンの2割引き、なんでだろう。で、最近値段も相場がねちょっとこう上げ上がったんだよ、だん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 、ね、みんなあそこの鑑定団に集合しだしたね、需要と供給だよ。やっぱりいろいろ物が売れればね、だんだん高くしていくよ。で、売れなくなったらまた下げてって、その調整だよ。フィギュアもちょっとずつ入れ替えになってるね、だん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 と、いろいろ、もうポメパパが覗くガラスの中ももう少なくなってきたよ売れんのかなあれって、びっくりするんだけど。昨日ずっと見てたんだよ、
で、なんだっけな、ルミア。なんだっけな、この野郎じゃなくて、なんだっけな、なんでだよじゃなくて、なんだっけな、ちょっと長いんだけど、なんだかの、なんでだよだかなんだかの、なんかルミア。なんかクッションみたいなのにこうしてね、なってるフィギュアが、そのガラスの中でね、なんかいいなと思って、じーっとこう見てたんだけどね。名前がなんだっけな。あと、もう、なんだっけ、固めの女の子の、シリーズのいいの、もう入荷したくない、入荷っていうか、ないっすよね。顔してる。ね、結構入れ替わるんだよ。で、なんだっけ、青いやつの、ゼロの、なんだっけ、なんとかの、名前がゼロだっか、青い子の、ほら、固めよく出してる子。あのやつのいいのがあったんだよ、1個。で、あ、これいいなーっつって、3種類あって、で、これいいなーと思って毎回見てたんだけど、それも売れちゃったしね。買ってく人いるんだーっつって。あ、もう1万いくらぐらいしたもんね。売れるんだよ。あ、そう、レムだ、レム、レム、レム。またもう同じの入ってこないしね。なんかいいのあったんだよ。で、箱の中に入ってて、中が見えない箱のやつで3000円ぐらいのやつ、ガラスの中に入ってんだよ。でも、中が見えないやつって怪しいんだよね。安い方にあるレムとどう違うのかあんま分かんないと思うんだよね。写真っていうのはさ、製品版とちょっと違うじゃん。よくしてあるじゃん、大体。本物見ないとわからないっていう。最近だからフィギュアもさ、ガラスケースの中見てると、ガラスケースの中で売ってるやつっていうのは、だいたい中が見えるようになってるよね。いいやつは。自信があるからね、そんだけね。だからお客さんがこう見て決められるっていう。で、安いやつっていうのは、いい加減なフィギュアは、箱で見えないよね、中がね。だいたいそういうのが多いよね。だいたい最近分かってきた。ガラスケースの中で、ラブライブとかもそうだもん。安いやつはみんな箱じゃん。で、いいやつは、なんかバッチリ透明なやつで見えるもんね、あれね。作りが違うやつ。パパにもらったほのかさんみたいなさ、ああいうのってそのまま見えるよね、あれね。豚さんやっこー。よいしょ。あれ、脱水しないと、あ、もうちょっとで、あと1分でタイマーが鳴る。今日は天気がいいから、まあいいか、少しぐらい。急いで脱水して、もう一回、次はタオル。1週間たまると結構たまるよ。これ真夏じゃなくてよかったんだよ。夏だったら朝汗かくから帰るでしょ。で、ビリやって帰るでしょ。で、夜帰るでしょ。だからすごい多いんだよね、夏はね。ほんと。もう草ついてただでさえ普通にしてても着替えるからさ、シャワー浴びたり。もう夏だったら完全アウトだったよ。豚さんぴよぴよ、あいよ、はい。いい香り。これさ、この間 500g でもらったお豆ね、あったけど、 500g まとめて買うとかで瓶の中にも入んねんだよ。ピピピピピピだね。買って、覚えといて、脱水やるので。おじタイマー切ってちょっとこうやって話してると忘れちゃうんだよ、いつも。ああ、しまったっつって。で、気がついたら夜とか。あと、調子がいいのがいるんだよ。分かったよ。教えてて、教えるよ。ピューピューっつってて。
で、教えてくれなくてさ、で、ああ、写真撮って、干してないじゃんって、ああ、忘れちゃったでーすって、なんか、リップついたりするんだよ。大体そのパターンが多いんだね。今日はね、お掃除したりとかね、またビル4日やんなかったからお腹あれだよ。始めた頃より今成長してるよ。あのカシューナッツは食べちゃうわ夜コンビニに行ってアイス2個食べちゃったりとか、あのカレーの食って寝たりとかちょっと最近食べ過ぎたらなんかしんねえけど、ちょっと反省だよ。やばいよ。これなんか使ったか。あ、これさっきあれだ。オールフリーを飲んだんだよね。ぴょ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 ー。よいしょっと。しゃ。コン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 。これが一番いい、安くて。これ値段が下がってたよね、確か1600円ぐらいだっけか。この間あの誰かに紹介した時に、あ、値段安くなってる、びっくりした。よし、さあ、よし、こう入るかな。よし、よいしょ。じゃあちょっと待ってね。カメラこっち持ってきて、うん、よいしょ。おじい YouTube ボワーだからね、うん、ね、後で YouTube 見てね。これおじいのおじいのなんていうの、ほのかな日曜日というタイトルかなんかでアップするから、ね、うん、まあ、情報をアップするのが大事だけどね、うん、やっぱこう元気なおじいの日頃の状態をね、うん、まあ、情報を発信してないときのおじいはこんな感じだよっていうのをね、うん、やっぱアップするのもありでしょうっていうね。大体あの YouTube 組はね、17ライブ否定派が多いし、すごく、うん、まあ一緒な、あの YouTube だけじゃなくていろんなところからね、否定されるけど、他のライブ配信での否定というのはだいたい負け組が多いんだよね。勝てないレベルの人たちが妬みでごねるっていうかね、そういうのが多いんだよね。ここで頑張ってか、ね、勝ち抜けば一括千金だから、実力があればここに来て頑張ればね、YouTuber 目指すよりも医者に来れば本当真面目に1ヶ月でね1000万ぐらいだったら稼げるチャンスはあるんだよね、真面目にね。うん、本当ミリオネラーみたいな感じで。その代わり人間自身魅力がないとかつまんないとか、そういうクオリティが低いと全然通用しないからね。だったらフワッチとかね、シーキャスとかステージアライブとかそういうのやってる方が全然いいしね。で、おじいちゃんは YouTube ボワーね、すごいよ。おじいもまじまじ見たんだよ。2014年だっけかな、ね、孫が YouTube 始めたのが2014年でしょ。で、ニコ生とかいうとこでね、もう頑張って、で、ツイキャスとかフワッチとかいろんなとこで YouTube でね、ガチャガチャ頑張り始めて、で、2年前、3年前の動画でさ、このおもちゃのお金が本物になるためにってね、これが本物のお金になったらいいなぁなんて言ったけど、本当にそうなってるもんね。で、
再生回数とチャンネル登録と見ると、すごいと思うんだよ。月何十万、下手するとね、月100万ぐらいはいってるよね、超えてるよね、楽にね。やっぱね、ほんと3、4年の努力が、後に院生生活っていうの、まあ、ものすごい、おじいみたいにさ、毎日の日記みたいのだとそうはいかないけどさ、後から見ても、ためになるとかさ、面白い動画作っとけばさ、そうなるんだよね。それをずっとリアルタイムで見てきたからさ、あ、本当に、本当に頑張れば実るんだって それを見ちゃったからさ、じゃあ、ここまでは無理かもしんねえけど、ね、おじいだったら、じゃあ、せめて10分の1、20分の1ぐらいまでならなんとかいけるんじゃないかなっていう、ちょっとこう、リアルの現実味のあるお話っていうかさ、YouTube の場合、いろんなお仕事のお話いろいろ言うけどさ、あなたにもできるとかさ、これをこうしたしててノウハウを教えるからとかさ、そんなものを教えたらね、ライバル増やすばかりでさ、ありきたりのことしか言わないんだよ、本当。絶対にそういういい話っていうのは人に言わないからね。自分にとっていい話は相手に言うけど、相手にとっていい話なんていうのは絶対に誰も言わないからね。ほんと。はい、コーヒーできたよ。乾杯。ピュ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 。あ、美味しく入った。あ、お豆新しいからかな。あ、美味しい。酸味が全然違う。あ、美味しい。今日、なんか、やっぱ心が洗われるね。やっぱ、いつもそうなんだよ。今日は、イスタライブ、オッパメイとか、ブッダさんいて。ああ、やっぱ気分的に違うんだね。コーヒーってなんでこう毎日違うんだろうっつってね。同じお豆なのに。また肌寒くなってきた。なんか中途半端だな、今日。部屋の中だと寒い。表はあったかいんだけど、半袖一枚で十分なんだけど。ね、よいしょ。ね、さっき思うんだよ。ファッチとかさ、ステージアライブの時みたいにね、とりあえず暇って言っても、このインスタライブの時みたいな孤立感っていうのがないじゃんね。このインスタライブのさ、この寂しい孤立感っていうのを今まで味わったことがなくてさ、で、たまにさ、賑やかなところからさ、ちょっと避けたくなるから、海外の YouNow とかさ、ね、グローバルのアフリカテレビとかさ、みんながいないところに行って、ね、日本人がいないところに行って、で、そこでなんかやってるっていう、ちょっとこう秘密の場所的みたいなのを味わってた時があったけど、でもガチで一緒に来るとこんな孤立するからさ 希少な経験だよね。YouTube とかはさ、情報を見に来る人と、その人とね、コミュニケーションを取ってくれるっていう、こう面白いからとかさ、息が合うからとかさ、そういう感じで繋がってくれるけどさ、まあ、お金だけの下がりのとこってやっぱそうなんだろうなと思って、昨日誰だっけ？昨日、ちまめちゃんだっけか？ね、ゆうこちゃんの、ファンで、月に、300万。ね、300万使ったよーっつって、でもリスナーの中では私は一番ビリの方だよーっつって、ついてくのが大変って、そんなにあなたアイテム投げないとね、コメント読んでもらえないとか、相手してもらえないからっつって、でやっぱ相手にしてほしいからアイテムいっぱい投げるって、ええー、っつって、なんかそのお金のつながりだけの そういうもんなんだけどさ、でもそういうもんなんだよ。そういうもんなんだよ。こういう世界はそういうもんなんだよ。でも、そう、お金が絡んでないツイキャスでさえそうなんだよ。個人的にスポンサードしたりとかね、お金くれてる人とか囲ってる人を優先にやっぱ拾うでしょ。あそこはね、一見お金が絡んでないようだけど、人間関係が出てくるよね。それプラス、普通に、進行できる、
コメント読んだりとかね、やっぱやり方があるんだよね。上になればなるほどみんな平等にコメント読めねえし、棒読みちゃんになっちゃうし。これ大ちゃんだ。あいよ、大ちゃん。おじい、大ちゃん用の、昨日のやつのね、それも作るよ、今日ね。大ちゃんに向けてのアドバイスの、今ね、要点をね、撮ったから。大ちゃんに向けての動画を一発ね、作るよ。で、これはね、大ちゃんが今やる気になってるからね、おじいおじいって来るから。誰かに残すものとか、押し付けるものだと全く意味ないんだけどね。大ちゃんの場合は、今知りたがってるから、大ちゃんに向けて、今動画作るから、このライブ配信の後に。それで、それを見て、おじいが大ちゃんにね、言ってる最初のやつを見て、これから始める人とか、今始めてる人で、あ、それ自分にも該当するかなと思ったらね、そこをちょっと変えながらやっていけばまた変化するかなとかね、そんな感じになればいいなと思って。大ちゃんのとこ見たよ。昨日の動画以外はみんな消しちゃったよね。あれ、いいことだと思う。おじいね、大ちゃんの場合ね、こうある程度ね、いけると思うんだよ。でね、まず聞く耳持つし、素直だし、実行するでしょ。だからさ、いろんな意味でさ、自分で取り入れて、ちょっとやってみて、良かったものは意識して続く、あんま結果出ないものは後回しにするとかさ、こうやって選別することができるんだよね。で、何でもさ、その人に向き不向きってものがあるからさ、いろんな成功するためのコツがあるんだけど、全てが全て同じことをみんながやったら同じ結果が出るかって絶対出ないんだよ。これがね。だからね、大ちゃんに向けてね、お話をしながら、他の人にもね、ちょっとずつやったらどうだろうって。まあ、おじいのところってほら、みんな、そういう、こう、YouTuber を狙ってっていう人が少ないからさ、みんな楽しくコミュニケーションして、楽しくなりながら結果が出たらいいなっていう人が集まってるからさ、で、雰囲気がいいじゃん、和気あいあいと仲良く。で、これがね、本当にね、やっぱライバルを蹴落として上に行く世界なんだっていうね、どっかの事務所みたいにね、ああなっちゃったらこういうコミュニケーションの、空気は作れないよね。あ、そうなの、大ちゃん。聖者の時も見てくれたの。ありがとうね、大ちゃん。大ちゃん、その時名前なんだったの？大ちゃんだったの、やっぱ。いろいろあるよ、ほんと。さあ、おいしい、コーヒー飲んだらちょっと脱水いかないと、脱水。おいしい。でね、大ちゃんね、大ちゃんとね、スマートメディアさんと、すごい似てるんだよね。アピールの仕方がね、いいよ。で、大ちゃん、パソコン使って、枠とか囲ったりとか、要点要点できるから、ああいうのができるからね、いけるよ。おじいもそんな感じじゃん。一緒なものを、打って、ね。で、それを目で見せる。これ、大事だからね。大ちゃん、おじいのやってるのをちょっとこう見ながらさ、声だと何言ってるか分かんない状態で見てる人も、画面でね、大きく文字で要点だけパッて出てくると、例えば、おじいみたいにさ、耳が不自由な人でも、目で見てどんな内容を言ってるのかなって分かる？そういう動画心がけていけばね、分かりやすい、あれになるよ。おじいが結局さ、そんな感じだから、おじいはこうやって言ってくんないと分かんないよっていう形で、噛み砕いて、おじいは分かりやすく要点を出したりするんだよね、説明の時は。聖者の専属やめたんですけど、他で配信できないんですかね？誰？聖
生者の専属辞めたんですけど、これは本当ね、その人による契約によるよ。ステージアライブを、やめたら、1年間他のとこでは配信してはいけないって言える権利をステージアライブが持ってるから、やめるときにそれからやるなって言ったら生活できないから、ある程度の保証をしてもらってお金をもらって他ではやるなって言われたらできない。それは要は他で稼げる人だよね。うん、だから多少のお金を払って、要は退職みたいなのをね払う代わりに他でやるなってね。うん、でおじいみたいに何も稼ぎ頭にならない人はね、いただけるんですか、いや他で1年間配信しませんけど保証とかいただけるんですかって言ったらね、いや元気なおじいさん結構です、自由に配信してくださいそうなんですかって元気なおじいは戦力にならないからね、どうぞどうぞ好きにしてくださいって感じでね。だから人によるよ多分ね。うん、それ誰のこと、大ちゃんのこと、それとも誰のこと、他の人のことで、ね、人によるよ。でも今んとこね、それをね発動した人はまだおじい耳にしたことないよ。みんなやってるよ勝手に。うん、それを破ったら何百万ってね。うん、私です、え全然人気ない。だってで辞めたんでしょ、辞めだって自由でしょ、辞めますってちゃんと伝えてあれなんでしょ。うん、罰金とか怖いけど、いやだってそんなこと書いてないでしょ。よく契約書見てごらん。要はでコート落ちぐらいわかるでしょ。それでさ、辞める場合は、まあ理由にはよるんだけどね、辞める場合は1年間ね他で配信してはいけないとね、言える権利を持つって、だ権利があるっていうだけでやってはいけないなんて書いてないでしょ、そんな内容は。でそれを言われた時にはちゃんと生活の保障してくれる分だけの平均賃金くれるって書いてあるでしょ。それもらってないわけでしょ、やるなって言われてないわけでしょ。だから全然関係ないよ、他で全然配信してもいいんだよ。うん、だそこのところは直接聞かないと、事務所に直接聞かないとね。うん、罰金とか怖いけどって、そのなんで怖がるの、その契約の内容を破ったら、それ契約に書いてある要はペナルティを払わなきゃなんないというか、請求されたらね裁判になるから戦わなきゃなんないけど、うん、おじいの場合逆にそのこルールを守んなかったら逆に裁判にするよっつって逆に言ったよ、うん、この契約守りなさいっつってね。そしたらあっち の弁護士に聞いてね、弁護士に確認したところね、おじい様 のおっしゃる内容でね、うん、そういたしますって感じでちゃんとしてくれたよ。うんね、うん、まあ世の中のあれと何でも全て契約っていうのは、そう契約に書いてある内容が有効になるわけだから、口でああだこうだとかって言われたのはね、そんなものは無効なんで、口約束とかそんなもあるけれども、でもちゃんと書面でやったんだったらね、その内容だよ。大ちゃん何の専属やってたの、ゲームの配信。大ちゃん顔出しの専属じゃないでしょ、ゲームの配信でしょ。ね、ゲームでしょ、だよね。うん、だある程度基準があるからさ、いや大ちゃん絶対にそっちじゃないよなと思って、ね、ステージアライブ結構人気あるんだよ。そのゲームやってるだけでお金くれるからさ、あんなにいいもんないから、よくゲーム好きな人はさ、みんなおじい声かけてもみんなおっさん臭く取るんだよ。いい話でね、
ただゲームやってるだけでお金くれるって、どうして遊ぶゲームでしょ、でゲーム攻略して宣伝はしてくれるっていう、言うことないじゃんね。本当アルバイト、お金もらってゲームやってお仕事になるなんて、こんな喜ばしいことないでしょう。こんなツイキャスのキーとして目標1万円なんてやったってさ、ね、稼げないよみんな。大ちゃん絶対無理でしょ、ね、でなんで辞めちゃったのどうして辞めちゃったの大ちゃん、大ちゃん辞めちゃった理由は何、いろいろあれが変わってから、あっちから言ってきた、切るよっつって、だから自分から辞めたの。いろいろ内容厳しくなってよね、何段階に分かれてすごい厳しくなったよね、おじいは全ての人生をかけてステージアライブね、本当に芸能事務所みたいに育成してくれるって言うから、それを信じて集中したけども、ね、まあ、内容は違うし報酬は取れねえし、で他やってダメっていう縛りは厳しいしって、買い殺しになっちゃうからさ、そんなんじゃやってらんないよっつって、おじいは辞めたんだけどね、報酬システムが変わったんですよね、うん、それで嫌になって辞めたの。でも大ちゃんの場合さ、まあ、ぶっちゃけちょっと言い方悪いかもしれないけど、報酬システムが変わっても他のとこ行ったって一円にもなんないでしょ。ステージアライブみたいにさ、大ちゃんのそのゲーム配信とかをお金を払ってやってくれるところってないでしょ、ぶっちゃけ。それで自分から辞めちゃったの。よく周りの人にさ踊らされるってあるんだよ、周りの人が不満漏らしてバイバイバイってさ、もうこんなとこいらないよね、やめようよやめようよしてさ、自分の考えは別にあるのに、ね、よく周りにね飲み込まれてやめちゃうっていう人もいるけどさ、いや大ちゃんだったら全然あれでしょ、その報酬システムが変わったにしてもゲームやっててお金くれるんだったらさ、よかったんじゃないの、うん、おじいの場合はまあ、ガラッと変わったけど、おじいの場合はそのみんなにお金を使わせないっていうね、まあ、このイサナでもそうだけど、そのみんな平等に、要はアイテムくれる人もくれない人も平等に、とにかく楽しい空間をっていうね、でその中で価値を見てくれた方でね、課金してアイテムくれたらありがとねっていう感じだけど、基本的にリスナーさんはやっぱみんな平等に扱うっていう感じでね、大きくなってコメント読み切れなくなったらね、罰になっちゃうけど、頑張ってコメントしてってなるけど、全然そこまでいかないわけだしさ、まあ、そんな中でね、他をやってはいけないっていう、そのなんていうのかな、可能性を全部遮断されちゃうんだよね、うん、大ちゃんの場合ぶっちゃけその理由が知りたいな、大ちゃんの場合。今いろんな配信サイトどこもそうだけど、今もう専属で撮ってくれるとこって少ないよ、ないよあんまり。ドキドキとかああいうところもさ、もう一時みたいにね、撮った撮られたで募集もしてないっていうしさ、ステージアライブだって結構シビアだって聞くけどね、うん、もう一七もそうだよ、今もうある程度もう人数がいっぱいになってきてね、もう募集はもう締め切ってるみたいな、まあ、よっぽどの人だったらね、入れるんだけども、もう入る枠がほとんどないっていうぐらい来てんだよね、うん、ギフトオンリーになった、それ今月からだっけ、いつからだっけ、中の子に聞いたけど私知らないって言われたんだよね、それ時給とかの報酬がなくなってギフトオンリーでも還元率がアップしたでしょ、大ちゃんギフトオンリーになったけど
そのパーセンテージが上がったでしょ、すごく。今までと同じじゃないでしょ、一般の人と同じじゃないでしょ。一般の人天城富士 10% でしょ、同じじゃないでしょ。あのギフトオンリーになったって言ってもね、そのステージアライブの場合は何かのこうみんなが無料で、あの要は無料でギフトを買うためのお金くれるじゃん、福袋にしてもログインボーナスにしても。だからステージアライブでやってる方が本当の意味の、あの何て言うかな、まだ始めたばかりの初心者がお小遣い稼ぎするんだったらステージアライブでやるのが一番手堅いと思うよ、うん、だってギフトオンリーしてもさ、大ちゃん、じゃあ大ちゃんが一七ライブで何かやったとしても絶対ギフト飛んでこないよ絶対飛んでこないよ大ちゃん。だからお付き合いで仲のいい人がね頑張って投げてくれたとしても限界があるよ。YouTube、頑張った方がいいかなと思うね。あ、やっぱね、やっぱね、そっちだよね、うん、だおじいも YouTube ライブやりたいんだけど、あのステージャーライブと一緒なライブねやってる時はあのほら YouTube ライブできないよっつってね、そういう形なんだけどさ。でもおじいさ見ててこう、もう先の読み方、可能性先に見てたんだよ。だ今まではあの生配信でちょっと成功して、で、ちょっとそこで中核クラスまで上がってね、名前を売って、で、そのバックアップを YouTube で、そっちもなんか伸びたらいいなのおまけだったんだけど、よく考えてみて、一昨年の、9月の終わりにステージアライブ、始めて、で10月のイベントで優勝して11月の頭にオファーもらったんだよ。で辞めるまで1年ちょいかね、1年ぐらいだよね。それでさ、よく考えてみて、そのステージアライブのね、使い方とか作り始めたのも YouTube にポチポチアップしたけど、おじいが Wi-Fi 関連とかで、あ、もうちょっと YouTube で行こうと思って集中して一番頭に持ってくるの YouTube、 もう YouTube 中心ね、 YouTube 中心にして、それでステージアライブっていう考え方に切り替えた。それがさ、最初の行った時はほらおじいしかあんま配信してないしさ、仲間も少ないから結構見に来てくれる人多いでしょ、ね、でもうどん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 さ、もう年が変わってさ、1月2月3月ってなってきた時にステージアライブ専属になるから、要は Wi-Fi 借りたからね、 YouTube やるよってのもあったけども、まあ、可能性としてね、変わってきたじゃん。人もたくさん増えてきたけれども、人がみんな分散しちゃって、でおじいの場合はほら入り口が狭いから来てくれる人が少ないでしょ。だ限られた人の中でピョ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 ってやってただけだからさ、ほんの5人10人の中で、あ、これはもうちょっと優先順位違うなと思って YouTube に集中したわけだね。ステージアライブの配信は休んでも YouTube だけは一日も休まないでやってたんだよね。でその結果が、やっぱりね、こうして1年ちょっと経ってみたら良かったなっていう結果になってるからね、その考えはいいと思うよ。ただね、YouTube 頑張った方がいいよっていうのは、別に他の配信やってて専属をやりながらでも YouTube の動画を作ることはできるんだよね。 YouTube の動画を規制してるところはないから、ライブ配信をやっちゃいけないようだからね。そのライブ配信が必要かな、どうかなっていう。元気なおじいはライブ配信やってないでしょ。でライブ配信をおじいがたらたらやったら、もっとやってとか同じやってとかなるから、ちょっと普通の残す動画を作る時間がなくなっちゃうんだよ。もっと生配信、こういうライブ配信、一七とかステージアライブとかふわちとかツイキャスとかでやってるのをただ YouTube でやってるだけっていうね、
そのコミュニケーションのやつを YouTube の中にずっとやったりとか残しても何もならないんだよ。逆に自分を潰すことになりかねない。YouTube ライブを生かすときっていうのは、そこそこ中核クラスまで行ったときに、たまにね、たまに1週間に1回とか2回やるからこそ、ブワーって普段見れないその人が見れるって感じで、ぷわっと活性化するんだよね。最初の力やってもただなあなあになっちゃうし、そのちっちゃいグループの中で仲良くなっちゃってると他の人が輪に入りにくい。こういうライブ配信もそうだけど、だから勝手に小グループで盛り上がってる中に入ってきにくいからかさっちゃうんだよ。だからそんなライブ配信だったらやっても意味がないから、おじいはやらないんだよ。やりたいなーって、やりたいなーって言ってるのは1週間に1回とか2回のお話、お昼組と夜組とね、時間帯を分けてね、やりたいなっていうのはあるんだよ。でもそれは元気なおじいのチャンネルの元気なおじいの動画以外のところの、要はリアルタイムのコミュニケーションとしてやりたいわけであって、上を目、おじいの場合は上を目指してるから、ライブ配信を割合をねちょっと増やしたら絶対そこで潰れると思うんだよ、うん、目指してるのはねそこじゃないからね、うん、いや真剣に10万人目指してるからね、うん、YouTube はね、そう、うん、YouTube ライブはこれからも続けたい。そうだよね、だ YouTube ライブ、まあそうだね、そこのとこなんだよ。ステージアライブでは報酬が変わって、でギフトだけになって稼げなくなったからやめた。じゃあ今まではじゃあね、時給もらってさ、ね、月に何枚もらえたわけじゃん、ね、だからやめたって、そのこの稼げないからやめたっていうのは、こうある程度ちょっとやっとかないとっていう、なんていうの、みんなピタッとやめるでしょ。おじいの場合は辞める1ヶ月以上も前から話をして のそれでも止められたけどもね、ありがたいことにそれで辞めたんだよ。でも遊びに行ったりとか、フリーの状態の時配信もしたでしょ。それまで自分そういう何でもない素人をね、そのお金をくれて時給をくれてゲームを配信しながら雇ってくれたっていう、そこの恩があるわけなんだよね。だ昭和の世代を生きてきたおじいとしては、やっぱ義理人情、面倒を見てもらった恩っていうのがあるから、ジャニーズなんか特にそこ厳しいんだよ。だからある程度はちょっとご奉公して辞めるっていうね、うん、だからね、ステージアライブのアプリをね、おじい完全に消さないとかね、中に遊びに行ったりとか、ね、フリーの時に配信したっていうのはね、そういうところもあるからね、うん、もう今担当者が変わったらステージアライブの LINE に、前はね、ステージアライブの LINE に、ご挨拶入れるとね、返信来てたんだけど、今の担当者はもう元気なおじい、しかと。辞めた後もね、いつでも戻ってくださいとかね、遊びに来てくださいとか、メールも来てたよ。元気なおじい様、お体ほどですか、最近どうですか、頑張ってらっしゃいますかって、声かけてくれたけど、もう最近もうガラッと変えちゃったね、みんなね。うん、結構いいとこだったんだけどね。最近だからおじいも最初に始めたもう今日本にいない人たちがいい人たちだったからね、その人には義理があるからね、まあ今後何かの形でねつながりを持てたらいいなと思ったけど、まあもうその人たちがね完全にもう関わりがないいない世界なんだったら、おじいにとってのステージアライブはもうけじめつけてもいい頃かなと思うんだよ、うん。ただ最近小雨ちゃん見てないけど、西山小雨ちゃんがねステージアライブで専属で頑張ってるんで、おじい小雨ちゃんを応援してるんでね、まだ小雨ちゃんにちょっと一個ねカップ作って送る、忘れた頃に送るよって、本当に忘れた時に送ってあげたいから、すぐ送んないんだよ。作ったストラップもね送ってあげたいからさ、うん、だからステージアライブ自体はね見てるけど、まあ、大ちゃん YouTube ライブでもまあコミュニケーションの一環でね、で集中してねやりすぎは良くない。おじいの動画もそうだけど、たくさんアップしすぎるとみんなついてこれないでしょ。
でも新しい人が、仲のいい人が、今度やりすぎてもね、ずーっとやりすぎてね、結構ほら、あの人やね、シャトさんやってるから来てねとかってみんなとこう言ったりするじゃん。あれもさ、生活もあるからさ、みんなね、個々のね。だからその人が自由な時にね、見れる時に自分の意思で見に行くっていう、これがねやっぱ理想なんだよ。だからね、このね、横つながりをねうまい感じでやっていくっていうのは、そのある程度のねこうラインっていうものがあるんだよ、境界線っていうものがね。だからね、あまり踏み入ってはいけないラインっていうのがあるから、そこのとこも覚えながらね、リスナー側と配信側と両方覚えていくといいと思う。うん、大ちゃんはそれがね実行できる人だと思うからね。おじい、ためになることを YouTube の動画にね一個一個残していくよ。ちょっと最近やってなかったから、それ見ながらねやってみてこ、大ちゃん。うん、ね、あとまあアピールも大事だけどもね、まあライブはライブ、本当にライブは本当に割り切って、でせっかく今さ、うん、あ今日こさみちゃんのライブ、あ見たい見たい。あでもおじい今日ね、ちょっと待ってよ、何時からだっけ、4時、うんと4時から6時だっけか、4時6時だっけか、ちょっとそれをおじいに教えてくんないかな、後で。今日ちょっとさ、病院の往復しなきゃなんないんだよ、午後。今日ね忙しいんだよ、めっちゃ午後ね。うん、本当身内が大変なもんでさ、今さしちゃかめちゃかなもんでさ、今日ちょっと何往復か病院しなきゃなんないんだよ。うん、そっか、追いに行こうラジオ、うん、ねえ面白いよね、こしゃみちゃんのラジオの日か今日は、うん、第4だ、まなちゃんが第2日曜日、こしゃみちゃんが第4日曜日ね、うん、他の人は知らない。本当おじいステージアライブ一覧見るとき、こさみちゃん探しに行ってるんだけど、なかなかこさみちゃんに最近会えないんだよね。流れでログアウトしててね、よく聞いてたんだけど、ね、ログインすると、あおじいだってしたからね、もうねそこにいないのにおじい素の来るじゃん、チューって目立っちゃうからさ、もうそこにいない人が昔のあれでね、撮ったね、いただいたあれ2つあるからね、それで来るの目立つのもちょっとなと思って、うん、ねえ、うん、海外逃亡してたのねえ、よし選択してこねっと、あそうだよおじこれ YouTube、 そうだよまだ録画消してないよ。まあ、こんな日曜日のまったり、こんなにあれだね、一七ライブでこんな会話が成立してる時なんて、まずめったにないから、記念の録画でいいじゃないかな。でも、ちょっと待って、いろんなことをちょっとぶっちゃけすぎたから、これまずいな、これな。この動画、残せないぞ、これ。それか、限定公開で見たい人だけとかさ、ちょっとぶっちゃけすぎてるもんね、これね、内容がね。うん、怒られちゃうね、これね。特定の人と普通に喋ってるのはいいんだけど、不特定多数のね場所でいろいろ言うっていうのはね、うん、まあ注意が必要だからね。そんなわけで YouTube ね、私今一緒のライブね配信してるんだけどね、よいしょ、こんな感じでね、こんな感じでほら今ね、大ちゃんと仏陀ちゃんとね、おぽめいんのかな、おぽめいねえだろうね、はい、こんな感じでね今ライブ配信中です。おじい今から洗濯脱水に行くんでね、よいしょ、無事になっちゃうからこの辺で終わりたいと思います。午後になったらねまた動画作りたいと思います。またね、バイバイ。これ本当にアップされるのかな